どうもおはようございます。中野敦です。それでは最初の動画を撮りたいと思います。最初は昨日のライブ配信について話したいと思います。昨日ライブ配信だいたい7時間ぐらいライブ配信したけど、後半はかなりその休憩挟みながら、ライブ配信しました。だから、かなり長くなるライブ配信の場合は、休憩を、30分ぐらい入れてしようかなってこれから、思ってます。後半、その30分休んで、アニソン歌って、そしてまた疲れたら30分休んでまた歌うみたいな感じで昨日撮ってんけど、こういう、やり方がいいかなと思って、前までは、休憩がそんなに挟んでなかった。5分とか長くても10分ぐらいだったから、だからすぐ喉痛めて、なかなか、うまくできなかったんけど、だから、かなり長いライブ配信になる場合は、後半で、そうやな、30分休憩挟みながらライブ配信撮っていこうかなとは思います。それでは、また後で動画を撮りたいと思います。よかったらチャンネル登録お願いします。ご視聴いただきありがとうございました。